最後ちゃんと欅坂のメンバーとして最後を迎える欅坂の21人としてあのパフォーマンスしてほしいなと思って、あの決してみんな穴埋めじゃないので、あのこれで21人になって最後のライブをやるっていうつもりでやってくれたら嬉しいなと思うので、そのつもりで覚えてもらえると嬉しいです。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。